30日目のカブトエビ、いやーもう死んじゃうかな。昨日ぐらいからこのね、あのエラっていうかこの足の部分のね動きが不規則になり始めて、こうなったらカブトエビも死んじゃうから、そうこうなり始めるともう死んじゃうんだよね。で昨日安静にしといて復活するかなと思ったんだけど、マロがちょっと安静にしてたらさ、ちょっと復活したから、復活したんだけどな、まあダメっぽいな、もう多分もう死んじゃうかもしんない。先輩も頑張ってほしいけど、先輩頑張れ。いやーなんか辛そうだな、見てると辛いよな、やっぱ。いやまあ頑張ってほしいけど、まあ仕方がないことだよな、やっぱ。多分持ってね、明日明後日だと思う。いやーもう今日の夜死んじゃうかな。頑張ってほしいけど、寿命ばっかりはもうどうしようもないもんな。うん、あんま動くなお前。せっかくな、仲良くなれたのにな。やっぱ生き物飼うとさ、別れの時は辛いよね。まあ大抵のさ動物、まあペットとしてさ飼う生き物はさ、人間よく早く死んじゃうじゃん。だからまあペット飼うときはね、やっぱりこの別れのことも考えとかないと本当つらいわ。別れの時のこともな。頑張れ。あーダメっぽいな。いやーもう何とかしてあげたいけど何もできないからな。もう見守ることしかできないもんね。もう多分ね、明日まあ今日の夜くらいには多分死んじゃってると思うな。もういやー辛そうだよな、見てるの本当なんか苦しいのかな、やっぱ死ぬ瞬間とかって。あーま荒くらない方が。やっぱ死ぬ瞬間ってさなんか怖いよな。俺らもいつか絶対死ぬじゃん。100% 死ぬじゃん。いや、たったさ、もう100年ねえぜ。たった100年か。たった100年、100年以内にさ、死ぬんだぜ、もう。100年もねえよ。いや、人生短いな、そう考えたら。いや、どうせ死ぬのに何のために生きてんだってさ、すげえ小さい頃から考えてたんだけど。まあそんなこと言ったら人生無駄にしちゃうもんな。一回しかない。死ぬの怖いけどな。
まあ仕方ないことだから。いやでも辛いな、頑張れ、頑張ってほしいけど。これ苦しいのかな。まあ苦しいんだったらさ、もういっそのことさ、楽に死なせてあげたいよね。いやでもな、頑張ってほしいっていう気持ちもあるんだけど、あんま苦しんでほしくないんだよな。まあ寿命だからしょうがないじゃん、もう1ヶ月しか生きらんないんだから、カブトエビさんは。俺があれだったら、まあでも俺がそうだな、苦しくても生きてたいと思うはずだからな、きっと。いやでもどうだろう、わかんないな、そんな苦しみを味わってみないとな。まあとりあえずあれだな、様子見るか。いやつれえな、マジ先に死んじゃうんだもんな。また1ヶ月だぜ、1ヶ月。そう、こうやってなんか不規則にね、動き始めると、もう死んじゃう前兆っていうか、もう死んじゃうんだよね、絶対に。まあ、頑張ってほしいけどな、でも辛いのかな。でもまあ、今日まで一緒に入れたことっていうか、今までね、一緒に入れたのが嬉しいな。毎日こいつを見てね、ほのものすんのが日課だったから。いやもうずっとこのまま一緒だと思ってたけどな。そうだよな、カブトエビってな、そっか1ヶ月ぐらいだったもんな寿命。ほんと忘れてたわ。まあとりあえずちょっと様子見るわ。多分ね、今日の夜かな、夜中、朝まで持つかどうか分かんないけど、うん、ちょっと様子見る。まあ頑張ってね。いやでも無理にな、頑張らせると思う。いやつれえな、でもよし、まあとりあえず様子見よう。 OK。